尾形博士、調理師、日本料理。うなぎ料理の達人に認定された尾形は、人気うなぎ料理店の田舎庵三代目店主を務める傍ら、海外のうなぎ文化へも貢献し、イタリア小牧清から料理大使の称号を受けている。で、追い節をしながらうなぎを曲げていくわけですね。こうすることによって裂傷が入って火が入ります。これが火を食わせるということなんです。どれだけ火を食わせるか、ここでうなぎの味が決まるのだという。一般的な江戸焼きの焼き上がりは5分から10分、しかし尾形は20分以上かけじっくりと火を入れ、焦げる直前、うなぎの最もうまいタイミングを見極め焼き上げていく。私の師匠が演奏家です。全国回るんですよ。だからここの田舎が一番おいしいと言います。で、私もよくこう演奏家の人たちやら舞踊家の人たちやらをお連れしたら、もう皆さん絶対にもう満足して帰られますね。イタリアもう3回行きました。でこのうなぎ祭りってのあるから、僕は参加したいと。で、向こうでうなぎをちょっとやって、そして大好評で、で2回目3回目はもっとお祭りが大きくなって、2016年、その功績により小牧清の料理大使に任命された。数あるうなぎのお店がありますけど、尾形さんは独創的で、そして社会貢献というか、そういう点でもされてて、うなぎの文化をですね、海外に知らしめて世界に発信していくというのは素晴らしいと思いました。公開するんです。でもこんなことできないとみんな言う。そしてもしも追いつく方がいたら嬉しい。そしてそしたらそのもっと上へ行こうと、もっといい方法があるはずだ。もっともっとね、もう進化さえね。で、そうやってどんどんどこまで行けるか。日本で一番良くなるように、世界で一番になりたい。そんな気持ちです。